小山ハルシオンです。さあ今回で3回目、日本語名で言うと天帝の伝説。台湾に実在したと言われているリアオティンデンっていう貴族によるアクションゲームになります。綺麗な漫画描写だったり、リアオの爽快なアクションが楽しめるゲームになってます。じゃあ今日も早速やっていこう。 The Legend of Tian Den ゲームスタート。前回がルーヤオシェンっていう海賊のものすごいお宝が眠っているっていうヤオレイ廟っていうお墓があるんだけど、そこに入るための3つの礼拝、まあこの礼拝石板みたいな形なんだけど、その3つを回収するために頑張ってる途中でした。1個目と2個目は普通に回収することができて、3個目やっとゲットしたぜっていうところで、前回出てきたオイランさんの横にいた男性、チェン・リャンジョーっていう名前だったんだけど、そいつに奪われちゃって、で、今からそいつを追いかけるところです。行こう。おー、すごい綺麗。どこまで行ったんだろう。うわ、セーブがある。嫌な予感。来るかな、敵が。いい怖い。変だな。どこへ消えた？こっちに向かって行ったはずだが。うお、危ねえ。諦めの悪い男だな。そうとも、礼拝は絶対に日本人には渡さない。返してもらうぞ。やってみろ。リアオテンデン VS チェンギャンジョー、行くぞ。うわ、早い早い早い。ちょっと待って待って待って、こっちの準備ってもんがあるでしょう。オイランのお姉さんよりかはそんなに動かないタイプかな。なんかあんまり間合いを詰められないな、こいつの。あ、一番いいかも、これ。もう難しい。嘘でしょ。もしかしてそこ動かないのかな。くらいね。全然吹っ飛ばないじゃん。あの吹っ飛び技どうしたし。これが一番効くかな。危ない。今スマブラみたいな。第2形態ですか。ああ、そういう上まるんだね。危ない。行け行け行け、矢を畳みかけろ。いっと、やった。え、今回一発だよ。礼拝をよこせ。もう祖国を裏切るのはやめろ。台湾は世界から忘れられてしまったんだ。清王朝だろうが日本政府だろうが支配されるのは変わらない。抗って何の意味がある。だからこそ団結して侵入者から自分たちを守らなきゃならないんだ。もういい、もっと行け。あ、諦めた。そんなあっさりくれるの。え、おう、戦後すわ。お前の勝ちだ。見届けてやるよ。本当に人々が団結できるのかどうかをな。どけ。そんな、せっかく分かり合えた感じだったのに。広いよ。そう、いいね。蛇が。
まあ逃げるしかないよね。新聞には梁天元が人を殺したと。撃ったのは私だ。それがどうした？それは、その…重要なのは事実ではない。民衆に何を信じさせたいかだ。結構なことではないか。これで民衆はリアーテンデンを殺人者として認識する。奴に心酔などしなくなるだろう。植民地の連中に奴のようなコソ泥を崇めていてほしいのか？いえ、そういうわけでは。用がないなら出ていけ。また来た、この描写。台北州のどこか。奴が3つの礼拝を手に入れた。これで次の段階に進めるな。例の朝月の収穫もそろそろだ。クライアントに伝えろ。は。朝月って何なんだろう。大根たち収穫ってことはなんか結構やばいお薬系なのかな。おお、とうとう宝ゲットだ。28祝会の意思。おお、いつ2階建てにしたんだ。人が増えて少々手狭になったからね。師匠に言われて建て増ししたんだ。おお、なるほど。シンフォン、また人を集めてきたのか。ああ、みんな生きが良さそうだな。紹介してくれよ。あとでね。みんな地元の人間じゃない。船を降りたばかりなんだ。少し休ませてやらないと。そっか、じゃあマスターペンを探しに行くよ。マスターペンは、おい、またやってくれたそうじゃな。じいちゃん、今回も褒めてくれんのかな。大したことないよ。ほれ、薬草の処方箋じゃ。元気が出るぞ。永楽町に行って風を咲かせ、薬を準備してくれるだろう。薬草を手に入れて帰ったら鉄火剣を教えてやろう。あ、そっか、さっきやられたチェンってマスタースーの弟子じゃなかったのかな。弟子や。わかった、ありがとな先輩。よーりゃー、受け取れ。え？あ、何？なんで？支給料？での活躍を聞いたぞ。見事だ。どうしよう。ありがとう。おー、また増えるの？え、すご、結構伸びた。りゃー、師匠が八王霊廟で待ってる。急いで行ってくれ。部分で。了解。とうとうはそこが開くんだよね。もう今開けるのかな。まあ、でも今3つの礼拝はリャオが手に持ってる状態なんだよね。切ったよ。礼拝は3つ揃ったな。はめてみよう。もう今はめるの？これってあれかな？抜いたらまた閉じられるのかな？さすがに開けっぱにはなんないよね。おお、すごいな。こんな昔の穴のどうやって作ったんだろう、これ。この仕掛け。やった！やっと開いたぞ。行きましょう。いや待て、罠が仕掛けられているかもしれない。慎重に行った方がいい。確かにそうですね。大変だ。ジンフォン、何事だ。島田がこちらに向かっているとの情報が入りました。大勢部下を連れて襲撃をめちゃくちゃにする気だ。なんだって。とにかく襲撃に戻ろう。激戦になるぞ。
行きましょう。俺も加勢します。待て。部屋は？とりあえず礼拝はしまっておきなさい。あ、やっぱり取ったら閉まるんだ。え、本当に閉まった。開けっぱじゃねえかよ。え、どういうこと？もう開いちゃったらさ、礼拝いらんくね？まあでもあれか、まだここの場所すら知らないのか。え、なんか可愛いキャラ来た。君がリャオティンデンだな。うん、誰だお前。なかなかいい腕をしているそうだね。確かめさせてもらうよ。お顔当たってくれ、俺は忙しいんだ。くらえ。おお、この子も武術の使い手か。こいつも竜英拳の使い手か。こんなことしてる場合じゃないんだよ、早く行かないと。出た、神武へ。影に相手させるんだ。両天殿は必殺技神武栄で勝負に型をつけようとした。だが少年なの？いや絶対女の子でしょこれ。それどころか笑みを浮かべてみせた。リャオの攻撃が命中する直前、何かが赤く光った。え、リャオより上手なの？すると少年が姿を消していた。直後、リャオは背後に迫る気の力を察知した。危ないところで身を翻し、強烈な気の力を宿した攻撃を避けた。わお、すっげえ。あっぶねえ。え、なになに、急ななんか五条先生並みの使い手なの？なんだ、大したことないな。私のことは先輩って呼ぶんだな。ん？何者なんだ、誰から竜英拳を教わった？礼儀がなってないな。君の師匠みたいなものだぞ。バカ言うな。こら、言葉には気をつけなよ。これをあげよう。ん？なんだこれ。剣舞子、私が今披露した技だよ。この子、見た目はすっげえ可愛いけど、もしかしてハンターハンターのビスケットクルーガーみたいに真の姿は実はみたいなやつ？剣舞子、攻撃を受ける前、敵から見えなくなる。透明になっている間、強い気の力を宿した攻撃を繰り出す。気の力を発すると透明効果はなくなる。透明化までできんの、すごいね。君の師匠から預かってきた。励めよ少年。じゃあね。什么阿姑又最安姑贵马个差不多。たく、何が先輩だよ。全身赤い服なんか着て、せいぜい赤髪ってところだ。増えた。神武衛は着用してるから。あ、なるほど、どっちかしかできないのか。おお、収集アイテム結構揃ったじゃん。でもこれでもまだ半分いってないのか。お、さっきの子だ。謎だらけの赤い服の少年。本当に少年かな。めちゃくちゃ女の子っぽいけどな、顔。また後で会うのかな。お、まだついてない、よかった。淡水川。所長、確かなのですか、28祝会が忠義宮に潜んでいるという情報は。ああ、当然だ、高等警察課からの情報だ、間違いない。それでその、この作戦の許可は降りているのでしょうか。私は何も聞いていませんが。書類など準備していたら28祝会に逃げられる。松本、君は優柔不断すぎる。そんなことでは高等警察課に君を推薦することはできなくなるぞ。もう一回いらないって言ったじゃん、高等警察課に。まっちゃんは、そんなまっちゃんに人参ぶら下げるみたいな。
あいつだ。隠れろアニュ、何があっても絶対に出てくるな。なんかあったんだ昔。囲まれただって、逃げた方がいいんじゃ。何を言ってる、こっちの方が数は多いんだ、何も恐れることはない。おう、落ち着きなさい。こちらには強い味方がついている。スー殿、アーチ、それにリャオも、彼らが我々と戦ってくれるというのだ。日本警察の一人や二人に屈する我らではない。恐れることはないのだ。そうだ、恐れてなどなるものか。台湾魂を見せてやれ。でも奴らは銃を持ってる。恐れることはない。この弾よけの護符を持っていけば奴らの弾は当たらない。あの護符、そんなこともできるの？それに我々には奪った武器もある。これを使えばいい。そうだ、こっちにも銃はある。早く出そう。あれ？これだぞ。武器はどこだ？なんだって？見せてみろ。シンファン、どういうことだ？武器はどこだ？あれ？裏切り者がいる？なんだこの小汚い場所は。俺は鹿の戦士だ。松本、なんとかしろ。アニュ、どくんだ。我々は公務で来ている。帰れ、血に飢えた狼め。話にならん。アニュ、ほんとお前容赦ねえな。だって一般市民だよ。別に戦士とかじゃないよ。行くぞ。これ以上時間を無駄にできん。マジ島田さん、本当に。帰れ、人間の皮をかぶった獣め。消えろ。ひどい、そんな追い打ちをかけんでも。襲撃級だけではなく、この村全体が盗賊どもと結託しているようだな。松本、はっ。村人を全員始末しろ。この件に片をつければ高等警察課への昇格を保証してやる。そんなひどいよ、まっちゃんにそんなことできないよ。はやるの？シンフォン、なぜ二つとも空なんだ？武器はあたいが海外に売り払ったよ。なんだって？シンフォン、お前まさか。シンフォン、その辺にしておけ。すみません師匠、でもこいつらの顔を見てくださいよ。傑作だ。それに護符なんかを信じてる。シンフォン、神の血となる人々だぞ。礼儀をわきまえなさい。これもしかしてペン師匠もそっち側なの？神、何のことだ？もちろん君たちの話だ。足元で黄泉の国が待っている。おい、ディンペン、何の話をしている？どういうことじゃ？誰が死ぬだって？わかりましたよ師匠、そろそろ仕事に取り掛かりましょう。これみんな騙されてたパターンか。だってリョウたちも知らないでしょ。あ、やっぱり。突然チンフォンが口笛を鳴らしたかと思うと、屈強な新人たちがリョウテンテン、マスタースー、リ・アーチを取り押さえた。そっちとグルか。もう最悪やん。マジか。くそ、はめられた。二人ともよくやった。期待以上の収穫だ。あなたの計画のおかげです。28祝会として反乱分子をおびき寄せ一網打尽にする妙案とはこのこと。くそ、俺たちを騙していたのか。これも戦いを終わらせるため、皆がより良い暮らしをするためだ。台湾と日本が団結し一つの国となる。素晴らしいことじゃないか。何を言うか、このたわけ。
それは団結ではない、屈服じゃ。攻めるなら両天殿を攻めることだ。こいつが調子に乗って注目を集めたりしなければ、これだけの人数は集まらなかったはずだからな。やろう。おしゃべりはそのくらいにしておけ。全員始末しろ。めっちゃ悲惨。待って、やめて。本当に島田さん、他に用がなければここで失礼しますよ。まあそう焦らないでくださいよ。一つ忘れていませんか。何も忘れてはいない。行くぞチンポン。なあチンポンが最悪案件ですか。師匠とのつながりもそんなに深くない感じ。なる、礼拝が懐に入ってますよ。ちゃんとお渡ししないとダメじゃないですかねえ師匠。チンポン、貴様。マスターペンは洞窟で礼拝を両天殿に落とすふりをして偽物とすり替えていたのだった。すみませんね師匠。でもクライアントに嘘はいけません。リンペン、貴様は我ら黒竜会が両天殿を始末するよう差し向けた。そして礼拝を手に入れようとした小賢しい男だな。あれ、我ら黒竜会って言った。あれ、黒竜会って暗殺一団じゃなかったっけ。え、島田、お前そっちか。島田さん、私はあなたのため28祝会を作り上げた。3つの礼拝が手に入るかどうかはあなたの能力にかかっていた。だが私は愚かな弟子に裏切られてしまったようだ。師匠、本当のことをお話ししますよ。師匠がいつも話していた七ヶ瀬塔の伝説、私は信じていないんです。あの墓にあなたと一緒に行って命を危険にさらすつもりもない。だから寝返らせてもらいました。だからお前は愚かだというのだ。下金のために財宝を捨てるなど。愚か、誰のことを言ってるんです。よしチンポン、これが最後の命令だ。なんなりだ。島田さんらしいな。台湾の連中が両天殿に抱いている幻想を打ち砕いてやる。二級市民としての立場を思い知らせてやるのだ。すぐ取り掛かります。ところでその前にご相談した件については、心配するな。ここを片付けたら十分な褒美をやる。そして警察にもお前の席を用意してやろう。うわ、こんな腐った島田さんが上に立ってる警察にシンフォンも入るのか。ありがとうございます、感謝します。それではまた後で。いかにも台湾人らしい。死を恐れ金と権力にのみ踊らされる。うわー、おお、アーチさんもしかしてやる気。よっしゃやれやれアーチさん。そんな一瞬でもうちょっと戦わせてあげてよアーチ。天秤銀座、逃げろレオ。おお、やっぱり技は一緒だと思う。おお、すげえじいちゃん。ここが貴様らの墓場じゃ。先輩セリア。先輩、島田さんにやられちゃう。みんな死んじゃう。先輩。いや、そんなんじゃ無理じゃない？うわ、強すぎるよ。死ね！
つえ。殺せ。え、やめろ。あ、おお、よかったよかった、まっちゃん。いや、やっぱいいな、まっちゃん。このゲームの中でマジ最上級にいいやつ。ヒゲ警部。松本、何のつもりだ。村人の始末は終わったのか。村人は逃がしました。なんだと。命令に背くとは何事だ。高等警察課に入れなくてもいいのか。人であることを捨ててまで入りたいとは思いません。さすが。また馬鹿げた理想を抜かしおって。警察の恥さらしめが。恥さらしはお前じゃ。島田雄之進、村人を始末しろと言われて思い出した。お前はあの島田少佐だな。10年前雲林で大量虐殺を命じた。そうだろ。それがどうした。島全体を支配するために農民の命を犠牲にすることは避けて通れんだろう。力で押さえつけても反発されるだけだ。我々はここを統治するためにやってきた。征服しに来たのではないんだぞ。統治では最も効率的な統治の方法を教えてやろう。いった。島を手に入れ、住人は排除すればいい。それがこの島を統治する最善の方法だ。何を。鉱物、森林、作物、この島は資源で溢れている。使い物にならないのは神話町に残した反逆者どもだけだ。貴様、これ以上喋っている暇はない。聞けお前たち、松本君、まだ息のあるものを始末しろ。はっ。よし、俺頑張る。ボッコボコにしてやんよ。随分と時間を無駄にした。急がなくては七ヶ瀬島が最も強力になる時を逃してしまう。まっちゃんやるじゃん。おい、よう、ヒゲ警部、手伝おうか。抜かせこそ泥。自分の身を守るのに精一杯だろう。ディンペン、やってくれたな。逃がさないぞ。なら捕まえてみるがいい。来い、我が命を聞け。天より出よ、救急に降りするよ。ヤオテンで VS ジンペン。ジンペン、師匠戦うんだ。なんか強そうだね。そしてなんか怪しげな技を使う。いや、外野的な感謝多いね。絶対。しかも、あれか、もしかして。あ、いや、拳銃から倒せる。あれ、上登れない。多分あれだよね、まっちゃんが死んでも俺がギブアップになるやつ。もしかして あんまり強そうじゃないな、この師匠。走り方とか雑魚キャラ臭い。
ごちゃごちゃしてて俺誰と戦ってるのか分かんなくなる。削らないとどんどん出されるのか。クッコのやつ呼ばれたな。よし。おお、かっこいい。讃え合うの？ヒゲ警部、大丈夫か？ヒゲ警部だと？私の名は松本だ。ヒゲ警部の方がいい響きだろ。うわあ。先輩。わおおどうら。動いちゃダメだ。傷を見せてくれ。わしはもうダメだ。リャオテンデンは傷の治癒を試みた。すげえ技できんじゃん。神出鬼没のリャオテンデン、何年も捉え損ねた男。まっちゃん。先輩。台湾。おい先輩。台湾。台湾領か。台湾を救ってくれ。じいちゃん。リャオテンデン。ヒゲ警部、あんた。いや、まっちゃんはやらないと思う。俺は。島戸がチンファンに命じた最後の仕事、それは町に噂をばらまくことだった。やっぱりな。なんとも突飛な話だな。リャオさんがそんなことをするなんてとても信じられませんよ。全部真実だ。誓って言う。でもリャオさんは僕たちのためにたくさんのことをしてくれた。裏切るなんてありえないです。全部僕たちの信頼を得るための演技だったんだよ。そもそも変だと思わないか？警察が彼を一度も捕まえられないなんて、全部仕組まれていたんだよ。だけど、リャオと島田は忠義級でたくさんの命を奪った。28祝会はほぼ全滅した。僕は師匠がかばってくれたから、なんとか逃げられたんだ。死ぬ前、師匠は僕に頼んだ。みんなに真実を知らせて、リャオテンデンの化けの皮を剥がせと。そんな。それに、君の親友、アニウも、リャオテンデンに殺されたんだ。なんだって？
そんな兄が。嘘だ、会いに行ってくる。やめろ、まだあそこは危険だ。でも行かなきゃ、兄は僕の兄貴分だ。死んでも助ける。わかったよ。どうしてもって言うなら、これを持っていけ。こいつ、両方やらせる気だ。どこまで姑息な男なんだ。原来的白雪花只是骗局，大下边西甲清风啊，根本就是刀剑的妖孽。わざわざみんな船を渡ってまで集まってくれたのに。第六章。待って、最後って出た。じゃあレオ、このショーで死んじゃうのかな。早くない？そもそも死の予言っていうのは本当なのかな。ヒゲ警部、あんた、おい、なぜ背中を触っている。救急箱だ、見せてみろ。まっちゃんはやっぱりいいやつだった。松本はマスタースーと他の生存者に応急処置を施した。しばらくして。どうしよう。ヒゲ警部、手当てしてくれてありがとう。金粉のアバ。ほら、一本やる。鉄製のタバコケース。生かしてるな。いいか。応急処置と法の執行はまた別の話だ。連中の容体が落ち着いたら署に連行するからな。お前もだ、リョウテンデン。おお。リボいいボスね。勘弁してくれよ。俺たち今日はいいコンビだったじゃないか。ところでジュ、軽くない？いつ弾を抜いた？ごめんヒゲ警部、おしゃべりしたいのは山々だけど、今は蛇面を追わないと。じゃあな。両天で中の人たちのことは頼んだぞ。ふん。お天天め。先輩、ご無事ですか？遅いぞ、イオカ。行け、中にいる連中を連行するぞ。はい、松本先輩。くそ、あと少しだったのに。待てよ、タバコケースか。返さなかったな、あの腐ったコソ泥め。おっと、かっこいいタバコケースゲット。警察に中の人たちのことを頼むって。あの話を吹き込まれた後のアリンだったら、さっきの会話だとそういう風に取るよね。クソ、いいタイミングで聞かれてんな。チンフォンさんが言ってたことは正しかったんだ。このレリアを全然裏切ったな。よくも兄を復讐してやる。島田さん止めるの？たった一人で？さっきの子は？さっきの強い子は助けに来てくれたりしないの？あれ、仲間じゃないの？マジか、一人で行くのか。もうだから開けっぱなしはやめようっつったのに。蛇面を追わないと。宝を日本人に渡すわけにはいかない。朝鮮村中義宮。わ、老夫や郎ね。さあ、全員署に連行するんだ。手荒にするな、老いぼれ相手に。あ、山に暗雲が立ち込め、妖気が漂っている。七日瀬戸が解き放たれる。いない、座な。七日瀬戸って？まずい、逃げるぞ。瀬戸は100年の眠りから覚めたのだ。島田は刀を目覚めさせるため、何人もの魂を犠牲にしたに違いない。逃げないと死ぬぞ。さっき外から中を見た時はなんかすげえ綺麗だなって思ったんだけど、中暗い。なんか雰囲気が明るくない。なんだこれ。
トロッコだ。え、面白そう。え、これは避けたりしなくて大丈夫なやつかな。止まった。あ、あの奥さんの、え、中もすげえ凝った作りになってんな。難しいだな、ここらへん。武器とか強くなってるかな。時しか使えない。え、使えなかった。よし、なんだこれ。上もダメでしょ。といけだ。結構武器耐久伸びたな。成功したぞ。
あいつまで倒さないとクリアにならない。電車も長かったけど、ボス戦までは長い。ちょっとまた途中カットするかもしれません。やべやべやべ。いや、どっちみちダメージ。これがないと飛べないのか。布を開いて空気を捉え、落下速度を大幅に落とす。気流が強ければある程度の距離を滑空できる。いいね。空中にいるとき、おお、楽しい。これもう終わり。
わ、マグマゾーン初めてだ。すげえ、マリオじゃん。わあ、マリオでもあったな、こういうの。いや、でもこれ飛ばされたら止まったもんだよな。全部これでいいんじゃない？ちょっとかわいそうだけど。でもあれか、コインも一緒になんか溶けちゃうのか。ちょっともったいないな。ごめんね。どこまで飛んで、あ、しまった。海賊が隠した宝が眠るだけはある。遠い、まだつかねえのかな。長いぜ。一緒の中よりも長くない？そういう感じか。右、登ってすぐ、うわ、あ、違えた。登ってすぐ上にあるのか。いや、そうなるよね。向こう向きで出すのが難しいんだよ、縄は。よし。いい、ここで戦うの？どうした？今こっち来ない？え、どうした？多い。来ないのか？
ジャンプしようとかやめろ。どないのか。ドア抓こいね。ドア抓こいね。まだあっちだ。宝が出てきたぞ。ということはそろそろ終わりかな。あーそうっぽいな。うわ、ここで一体何があったんだ。少し前、見ろこの宝の山を。これで金持ちだ。所長、石門が開きました。よし。所長、松村教授は教授抜きで石の間に入ってはならないとおっしゃっていましたが。ふざけた男だ。七ヶ瀬島を手に入れたら、松村教授どころか台湾総督府でさえ私に手出しできなくなる。ついてこい。松村の言うことなど構うな。あなたは一体。
なんかアラジンを思い出すね。ほら、ルールを破って宝に触れてはならんのだよ。それで今か。これはリャオも入ったら危ないのでは？あの銅像を作るのが一番大変。ゾビね、蛇面野郎。俺の仲間を殺した挙句宝まで奪うとは。落とし前をつけさせてもらおうか、今ここで。ちょうどいい、刀に貴様の血を吸わせてやろう。あ、もう刀持ってんのか。もう取られたのかな。ギャオ天伝 VS 島田龍馬神。トロトン島田さん、今ここで死ね。うわー、すっげえ。うわ、強っ。なんだそのかっこいい技。だから俺にかっこいい技をさ、誰か。今のリャオで。ゾビね。襲われまくったからか。狩りができたな、リャオ天伝。貴様のおかげで七ヶ瀬島が目覚めたぞ。うわ、
敵さんが強すぎる。この剣の力を思い知ったか。だから最初だよね。そうだよね。ちょっと待てい。ということはまともにやり合ってもダメそうだから、これでどうだろう。ここだ。今ここで死ね。ここだ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 。チャンネル登録と高評価よろしくな。これで契約完了じゃ。